明日はもしできたらなんですけど、これはレナちゃんと会場からできたら、会場からちょっとアフタートークみたいなイベントじゃない、ショールームをできたらすぐ、間違えた、レナちゃんとやろうかなって思うけど、レナちゃんがレナちゃんがもしかしたら来ないです。だって思いっきり言っちゃったんだけど、無理ね、顔が真っ赤、最悪なんだけど、はあ、死んだ。マジで誰にも言わないでお願い、本当にお願い、誰にも言わないでお願い、本当にもう絶対書かないで、ツイッターに、分かった、お願い、何も聞いてないことにして本当にお願い、分かった、しんどいねえ、やだ、約束して、お願いします。本当に最悪なんだけど、何も言ってない。明日一人でイベントのアフタートークみたいな感じ、もしできたらやりますね、ショールーム。マジで本当にやめて、明日以降にしてください。もし何か頼む、これをマジ頼む、何でもない、聞かなかったことにしてください。はい、それでアフタートークするので、動揺がすごい、一番動揺がすごいかも、もしかしたら、だからイベント終了後すぐに4時過ぎとかにショールーム配信一人でやると思います。ちょっと待って、最悪、ねえねえ、やばい、マネージャーさんに見られてた配信、やばいよ、やばい、本当にごめんなさい、もう本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、もう土下座、あーもう土下座なんで見てるの、やだ、うん、土下座、泣きそう私もみんな何も聞いてないよね、ちょっとマジで本当にやばい、汗がすんごい今みんな何も聞いてないって、松井玲奈さんがどうとか、そう、松井玲奈さんがね、 SKE、 もっと SKE の野沢玲奈ちゃんの話かな。はい、何も聞いてません皆さん、時を戻そうということで、切り抜きをご覧の皆さん、お話し会も再販受付中です、みんな待ってるよ、詳しくはこちらの URL をクリック